どうも、こだまるです。きーたろです。今回もデイリーモアさんの記事がすごいのがあって、11人が叶えたい夢と未来の話。てかモアさんすごいいい記事さ、炸裂してるんだけど。いや、ほんといい記事で素晴らしいよね、インタビュアーさん。いやー、モアさんマジでセンスある。いやー、今回もね、概要欄に貼っておくので、ぜひ気になった方は見てみてください。まず最初に、デビューに向けこれからどんな部分を伸ばしていきたいと思いますか、という答えに対して11人全員が答えてくれたんだけれども、面白いというか発見があって、私が中でもね、やっぱちょっと驚いたのは、まさかのキョウちゃんは実は機会があればラップにも挑戦したい気持ちがあって、どんなことにも貪欲にチャレンジしていきたいですって言ってて、まさかのね、キョウちゃんがラップ。想像つかないね。いや、本当になんかさ、キョウちゃんってめちゃくちゃ歌面だからさ、なんかもう歌しか我々も想像しなかったじゃん。で、意外とラップっていうのがなんか面白いよね、キョウちゃん。面白い面白い。でも、あの美声でラップってちょっとね、意外、うん、いい感じ、なんかいいかも。まあ、でも確かにさ、キョウちゃん好きなのがさ、EXILE の ATSUSHI さんとか、そのミッシーさんだったりしたから、まあ、確かにさ、日本の中ではやっぱりそういうダンスミュージックを扱う人たちだからさ、まあ、確かになんか親和性というか多分好きなんだろうね、そういうのが。確かに確かに。実は歌だけじゃないと。おもろいわ、いつか聞いてみたいよね、普通に。ね、聞いてみたいね。次、私がね、気になったのが、あのオス大佐野雄大くんの、気になったというか、実力を大幅に伸ばしたいです。今の僕は全てにおいて未熟で、到底世界で戦えるレベルではありません。チームの足を引っ張りたくないので、実力をつけて全てのレベルを思いっきり上げたいですと。もうね、佐野雄大くんは実力結構ね上げてたけど、やっぱり世界を目指してるだけに、貪欲というか、なんかまだまだと思っているところが良くもあり、そんなになんかまだまだ到底みたいな感じ、まだ卑下しなくていいよと思いつつも、まあ頑張れって感じだよね。でもなんかそういう、なんて言うんだろう、あの、決してその、で、これさ、確かインタビューってデビュー決まった次の日のインタビューみたいじゃん、で、だけどそのデビュー決まったことに喜ぶだけじゃなく、ちゃんと冷静に客観的に自分を分析できてるのも、まあ雄大のいいとこかなってすごい思う。今確かに実力でも、まあ死ぬほど多分練習してるんだろうね、今だから。ねえ、本当に頑張れ雄大。やばいね、めちゃくちゃ朝から晩までダンスだよ、きっと。ね、デビューでうちらの前に現れる雄大はもう、あ、フレッソンなーの雄大じゃないよ、きっと。もうあれ伝説だからね、あれ。バタバタ、ね、でもさ、これ絶対そのさ、バタバタがいつか本当に成長したねって、デビュー評価のあたりでもやっぱり本当に成長したなと思ったけど、多分めちゃくちゃレベルアップしてくるじゃん、絶対。絶対ね。それを思ったら、あの時は本当になんか、ここからここまでって思ったらすごいだって多分言われるぐらいにはなるよなと思うとさ、すごいよね、人間の成長って。絶対歌番組とかでさ、あの映像流されるよね、きっとね。そうだね。あれでめちゃくちゃ恥ずかしがってるんだろうね、見たら。次、我々気になったのが MJ の、まあ、このオーディションを通して自分のメンタルの弱さに気づかされました。今後は今まで以上に大変なことや高い壁がたくさん待ち受けてると思うので、メンタル面をもっと強化したいですと。 MJ はやっぱりなんか盛り上げ役っていうイメージが強いけど、やっぱそういう人ってさ、意外と繊細だったりするじゃん。やっぱりそのメンタル面っていうのが結構意外でもあり、そうなのかっていうのもあり、なんだろうな、なんか新しい気づきというか、我々も無理せずって感じに思ったわ、さすがに。そうだね。なんかでも番組内で絶対そういう姿見せなかったじゃん、彼は。ね、常に盛り上げてくれてたし、MJ もそれで頑張ってたって言ったらあれだけど、やっぱりそのいろんなね、周りの状況とか見て、視野広げて、見て、なんか自分、なんか足りないなと思ったところで自分がさ、声を出したりとかしてたんだなと思うと、なんかさらに MJ のことが好きになったよね。めちゃくちゃわかる。人間味あるよね、本当に。ある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 。これはなんか MJ 推しの人も、やっぱり支えなきゃって思うよね、応援しなきゃって。MJ は面白いな、なんか知れば知るほど MJ はいいね、本当に。いいね、いいね、本当魅力いっぱい。次、竹千代で、僕は歌唱力を上げたいですと。もともとこのオーディションに参加した時、ラップとダンス志望でしたが、いくつものバトルでボーカルを担当して歌うことの楽しさを知ることができましたと。いや、確かに、てか私はなんか確かに最初のオンタクトの時ラップやってたもんね、そうだね、確かに確かに。私正直ね、ラップより歌のイメージが強かったんだけど、まあファンの方はね、みんな知ってると思うんだけど、ラップ志望だったって。歌に目覚められて、これから歌唱力を上げられるということで。
いや確かに INI はさラップ面がすごい多いから、意外とこういうリードボーカルみたいなポジションって結構重要だったりするんじゃない？うんうん、確かに。なんかね、メインボーカルも結構さ熱いじゃん、高巻がいるから、うん、でも確かに結構後藤くんっていいとこに行きそうだよね。次が気になるのが尾崎くん、まあ、尾崎くんはあの歌とダンスのスキル伸ばすことは前提として、僕は人間力を高めたいですと。でこれから世界で活躍する息の長いグループになるためにはチームワークが大切、いい雰囲気のチームを作るためにもまずは自分自身の人間性を磨いていきたいと思います。ここで出た人間力っていう言葉なんだけど、なんかこの尾崎くんもらしいというか、うん、なんか尾崎くんもそうやってなんか MJ とはまたちょっと違うベクトルだろうけど、でもやっぱりなんか周りの空気を読んで多分行動するようなタイプだろうからさ、もともとありそうだけどね、人間力。いや本当よ、すでにね、うん、すでにあるあると思ってでもなんか確かに INI でデビューして結構 INI クラスとかなんかバラエティとか見てるけど、うん、なんか彼すごいバランサーだなって思うんだよね、すごい、うん、なんかバランス取ってくれるっていうか、そうさっきこのものも言ったけど MJ と違うベクトルで、うん、なんかちょっと自分がボケに回ってみたりとか、なんかツッコミんでみたりとか、すごい周り見てるなって思う。人間力を高めてくださる尾崎さんがいらっしゃる。尾崎さんいやなんかてかさ、こういうコメントを一つ一つも結構もうすでにバランス取れてるのよね、 INI って。あー確かに確かに、なんか一辺倒じゃないというか、いろんな方向向いてるよね、ちゃんとね。で、あとフェンファンもね、あの同じく自分のことだけでなく周りにも気を配ることができないといけないと思います、だから僕ももっと人間力を高めていきたいですと。で人間力っていう言葉をね、人間力を大切にしてくれるメンバーが2人もいるっていうのがまたいいよね。最後にまさに、僕は知識ですと。この世界で活動していくためにはあらゆる知識が必要だと思います。今は右も左もわからない状態なので、徐々にいろんなことを学んで皆さんに常に喜んでもらえるような活動がしたいと思っていますと。いやここで知識っていうのもなんかもう新しいというか、私だったら出せない知識っていや絶対絶対出てこないワード、うん、ねーすごいよね、うん、なんかまさにはやっぱりなんかまさにだよね。まさにや本当にね、期待裏切らないね。なんかまあ確かにね、いろんなこと知ってないとなんか日本国内だけじゃないだろうからさ、活動がそれだけにやっぱいろんなこと知ってるのは確かに大切っちゃ大切よね。やっぱまさに見る先が違うのよきっと。そうだね、うん、違う、ちゃんと遠くを見てるよね。で最後に INI として叶えたい夢はありますかというインタビュアーの答えに対して、まあリヒトだけど紅白歌合戦に出たい、でタジが日本を代表するアーティストになりたいです、で終わりって感じだったんだよね。いやこのまずリヒトのさ、紅白歌合戦に出たいっていう目標、やっぱなんか日本のアーティストの目標といえばって感じなんだね。そうだね、やっぱりアーティストが目指すところの一つであるよね絶対ね。確かにまだあの JO1 先輩ですらまだ紅白歌合戦出れてないし、うん、なかなかね壁は高いというか、うんうん、まあでもすぐに達成できない目標だからこそ追いかけがいがあるというか。そうだね、まあでも紅白歌合戦出たらあのみんな家族とかが喜んでくれるだろうしね、きっとね、おじいちゃんおばあちゃんとか親戚の皆さんとかね、紅白ね連れてってあげたいよね。いや本当に見たいよ、紅白オタクだからさ僕は本当すごいよね、紅白オタクっているんか、いるんだねいますいます、ここに。そうだからね、 J1 と INI がね一緒に出てるところ見たいよね、まあ、日本を代表する、あとは日本を代表するアーティストということで、まあでも、うん、その一つがまあ確かに紅白だからつながるっちゃつながるわな。うんそうだね。でもこのさ紅白歌合戦の目標ってさ、結構出るまでの目標もまあなんか難しいと同時に、出た後もなかなか難しいからさ、ずっと出続けるみたいな目標。あ確かにね、一回きりっていうのもね、思い出の出演とかにしたくないもんね、やっぱり出るならさずっとね連続で出場したいもんね。そうそうそう、やっぱりさ、うん、48グループオタだったからさ、その今回出れなかったりとか、うん、NMB もね NMB オタだったから、そう結構 2,3 回出て終わりだったりしたから、そういったのを知ってると、うん、やっぱちょっとね寂しいものがあるからね、出れなくなるっていう。いや本当にそうだね、出るならぜひ出続けられるようにね、応援し続けないといけないから、目標をこうやって掲げてくれるというか、叶えたい夢をなんか言ってくれるのはすごいいいことだからさ、なんかいいインタビューだよね本当に今回は。そうだね、いろいろ引き出してくれたよねモアさんは。
この取材後期とかまであってさ、わざわざ初々、うん、しくて愛らしい、人間味あふれていて明るい、そして頼もしい、そんな魅力いっぱいのメンバーが集まった INY って書いてあるんだけど、いい言葉使ってくる。いや本当俺もそこ読んでてすごい思った、うん、ね、すごいなんか有能な方がいらっしゃるんだね、モア、うん、さんには、うんうん、有能な方が INY 好きになってくれるというありがたさ。しかもね、そのさっきも言ったけど、このデビュー決まった次の日のインタビューだから、本当 INI としてさ、デビューが決まった次の日だから、もう1日目結成1日目にね、うん、聞いてくれたってことで、それなのにさ、なんかねすごくいい言葉いっぱい出してくれたよね。本当はさ、もう浮かれてるって言ったらあれだけど、もうデビュー決まってやったーっていう状態なのに、もうそこでさ、いろんなメンバーのさ、いろんな言葉を引き出してくれたっていうのはすごい嬉しいなと思って。そうだよね、本当にめちゃくちゃありがたいから、今後もインタビューしてほしいよね、ぜひ。いや本当にこの方にしてもらいたいね。前回がありがとうと伝えたい練習生っていうインタビューだったから、もう本当我々もね動画にさせていただいて、本当なんか本当このインタビューもめちゃくちゃ良かったからさ、うん、ぜひこのインタビュー気になった方はデイリーモアさん見ていただいて、このライターさんに感謝していいねとかね、いっぱいした方がいいやつですね、これは。そうですね